ミディアムクラスのミニバンにして上級モデルの Z をベースにスポーティーさを追求した1台。今回はトヨタボクシー ZGS のご紹介です。全長4640mm、全幅1720mm、全高1820mm、外装はメッキ加色を多用したフロントフェイスとサイドとバックについた GS のバッジが個性を放つミニバンに仕上がっています。明るい光で前方を照らし視認性を高めています。縦に配列されたリアランプはデザイン性が高く、後方からもしっかりと見え自社の存在をアピールします。電子キーのリモコン操作で離れた場所から全ドアの開錠、施錠が行えます。またキーを使って後方のパワースライドドアを開閉操作することも可能です。それでは内装を見ていきましょう。黒と赤の2色を基調にしたシート、黒の本革巻きステアリングには赤のステッチをあしらわれ、シックながらもスタイリッシュなデザインとなっています。エンジンスイッチはステアリングコラム右側にあります。キーを差し込んで回すとエンジンが始動、合わせてメーター類も起動します。ステアリングの左側にはオーディオ類を操作するスイッチがあります。ステアリングの左奥にはワイパー、ウォッシャースイッチ、その反対側に方向指示器、ライトスイッチがあります。ステアリングコラム左側にはさまざまな機能のスイッチを配置、ボタン一つで後方左側のパワースライドドアを操作するスイッチ。明るくデザイン性も高い LED イルミネーションビームを点灯・消灯するスイッチもあります。マルチインフォメーションシステムはインパネ右側の表示切り替えボタンを押して平均燃費や航続可能距離などを確認できます。オプション装備のナビゲーションはタッチパネルを採用、軽いタッチでスムーズな操作ができます。レザーの加工がされたシフトレバーはゲート式を採用、シフトポジションの確認はマルチインフォメーションディスプレイで可能です。シフトを R に入れるとカーナビゲーションがバックモニターに切り替わります。それでは内装を見てみましょう。フロント席のドアはメッキ加色が引き立つデザインとなっており、下部にはボトルホルダーや収納できるスペースが確保されています。エアコンは運転席と助手席が独立したタイプ、ボタン操作で温度設定や風量の調節が可能です。運転席の右側前方には蓋付きのボックスを設置、小物の収納に便利です。助手席前方には蓋付きのアッパーボックスとオープントレイを設置、用途に応じた収納が可能です。センターコンソール下部にはプッシュオープン式のカップホルダーがあります。カップホルダーの下には収納に便利なスペースを確保しています。
アームレストの蓋を開けると底の深い収納ボックスとなっており、高さがあるものも楽に収納することができます。天井のルームランプは中央のスイッチで操作できます。左右別につけることも、ボタン一つで全てのライトを点灯消灯することも可能です。サンバイザー裏側には助手席、運転席ともにバニティミラーがついています。ルームライト近くにはサングラスなどを収納できるトレーが設置されています。運転席裏側には小袋を下げるのに便利なコンビニエンスフックがあります。センターコンソールには底の深いボックスがあります。3列目シートにもボトルホルダーを用意しています。2列目と3列目には左右にそれぞれエアコン送風口を設置、快適な温度を保ってくれます。開口部を広く作ったラゲージルーム、床面がフラットで荷物を安定させた状態で積み込めます。左側のスイッチでラゲージルームのランプを点灯させることができます。デッキボードの下にも広い収納スペースを用意。3列目シートはサイドのレバーを引くことで背もたれを倒し、シートを横に跳ね上げることができます。3列目シートを跳ね上げた状態で2列目シートを前方にスライドさせれば、荷室を拡大させることが可能です。2列目シートの座面を跳ね上げ前方へスライドさせれば、ラゲージスペースがさらに広がり、多くのものや大きな荷物を積み込めます。快適な居住空間や豊富な収納スペース、そして多彩なシートアレンジ、ワンランク上の充実感を味わえるトヨタボクシーのご紹介でした。